今シーズン活躍光る伊藤亮太郎、今週ベルギー移籍の発表があって、今日が新潟ラストマッチ、集まった大勢のサポーターへ勝ち点3を置き土産としたい一戦です。2023明治安田生命 J1 リーグ第17節、アルビレックス新潟対京都サンガ FC の一戦をお送りします。4-2-3-1、前節からは2人を変更してきました。今日のポイントいかがでしょうか。まあ、人が変わってもやるサッカーはというところは変わらないと思いますし、はい、もちろんやっぱり来る相手に対してどういうふうに背中を使えるか、背後ですよね、そこのバランスだと思います。アウェーの京都、こちらは 4-3-3 です。まあ、前節からは4人を変更しています。ずれたボール拾った込み、さあ今度は新潟、伊藤の展開、ダニール・ゴメス、中身の谷口、ダニール・ゴメスカットイン、こぼれている、伊藤ファール、ここは新潟ボール、そしてイエローカード。亮太郎、壁に当たってコーナーキックです。壁の上を抜こうとしましたかね。平戸の右足こぼれてくる、豊川だ、オフサイド、旗が上がっていました。豊川はオフサイドはなかったというアピールをしていますが、判定はオフサイド。今 VR と更新をしています。判定ゴール、京都先制です。は右サイド、新井、ダニーロ・ゴメスかわした、ダニーロ・ゴメスドリブル、クロスボール、こぼれてきた、中に谷口が入っていきました。惜しいシーンではありましたね。川崎が拾ってワンタッチパス、川崎、平戸のシュート、クロスバーです。平戸がインサイドキックでゴールを狙っていきました。いいキック持ってますもんね。縦、鈴木、渡辺、縦フリック、拾った小見、小見、まだ行く、小見のシュートだ、ナイスキーパー、若原のファインセーブ、よく振りましたね、狭い局面、ビッグセーブです。これも素晴らしいシュート。こうまたいで、また抜きを狙ったんですが、さあ小見が奪い返す、こう伊藤、伊藤、かわしてかわして、伊藤のシュート、わずかに上、ワンタッチがあったようです。判定はコーナーキック、うまく外しましたけどね。さすがの伊藤の最後シュートでした。さあ伊藤、中央ヘディング、高見、伊藤、ダニール・ゴメス、縦行く、折り返し、ヘディングシュート、同点ゴール、最後はヘディング、新井のヘディングシュートです。新井の同点ゴール、クロスにうまく合わせました。72分、新潟追いつきました。伊藤もガッツポーズとしてハイタッチ。
さあ前線から勢い奪った、パトリックだ、パトリック、ゴール、京都勝ち越し、パトリック、天皇杯に続いて公式戦2試合連発です。まあ、スローインからですよね、京都のね。1回は奪われる形になりますけど、そこからもう1回切り返して、まあ新潟からすると少し軽率でしたがね、まあ新井の横パス引っかかったところからですから、逆に京都の方はここは狙ってたところですね。パトリックの体もしっかり動いてますし、西見倒れました。笛田、判定は PK。 外、あ、外ですか、中 PK。 パトリックしっかりと決めていきました。80分で1対3、京都に大きな3点目が入りました。パトリックは今日2ゴール、今シーズンリーグ戦が7ゴール目です。さあスローイン、トーマス・デン、外からクロス、ここでホイッスル、試合終了。京都の選手はピッチに倒れ込んでいます。京都9試合ぶり勝利。一方新潟、伊藤亮太郎、新潟ラストマッチ勝利で送り出すことはできませんでした。